今日は二子玉川まで41キロ、今日は二子玉川まで41キロ勉強しました。お兄さんの川崎の手前だ。また、ビールカルピスビールがうまい。いろんな力を分散させて疲れないでしょう。アリナミン飲んでます。アリナミン飲んだ割に距離が出ないな。自転車買った割に距離が出ないな。まあ今日は古い自転車だけど、まあ梅雨だからね。これからでも試合がわかるのは山越村。地震どれぐらい？6よあんた。6？大したことないよ。呼ぶだけわからんけど。湯沢町？あっちが新潟の方よ。湯沢町って言ってた。鶴岡、あんまり知らんな。あ、これちょっと作って。豆苗。あの、サラダでいい。全部やって。それ70円だったから。全部あの、野菜サラダで食うわ。いただきます。そこの店。あ、ちょっと。ご飯ください。山手通りの川越街道が接するとこにあるよ。袋が5円だったから。どうも。タコください。二子玉川の駅が綺麗でね。うん、マックで勉強してた。勉強中が研究。
状況です。住民は高台に避難をするよう呼びかけていまして、とにかく高台に行くよう呼びかけています。で、もし高台に行けない状態、家にいる場合は2階に行くよう呼びかけているということなんです。これまでのところはまだ津波の到達など被害は報告されていませんが、様子がわからんのだろう。行政は高台、そして自宅にいる場合は2階、3階に避難するように呼びかけています。はい、そして先ほど山形県や新潟県で停電しているという情報をお伝えしましたけれども、石川県では停電の情報というのは入っていますでしょうか。これまでこちらでも情報収集をしているんですけども、石川県内で停電が確認されているところは今のところありません。現在ご覧いただいているのも輪島港震度3の揺れを観測した場所なんですけれども、明かりがついている様子が見られます。あ、どうも。はい、イカまであるじゃない。イカまであるね。ちょっと買いすぎたね。ああ、やめて。溝の口にスノーバーっていうね、室内スキー場があるよ。実ね、こっちが溝の口やね。70メートルしかないけど。スノーバーを中心。これで食うの？これで？これ醤油じゃない。そう、イカはそれにつけて食べるんだよ。醤油じゃないじゃない。醤油みたいなもんじゃろ。こちらは新潟市にあります。UX 本社の用です。おいしい、おいしい。あ、ちょっと刺身醤油くださいよ。いや、もうそのままでいいよ。生でいいの？うん。生は美味しくないやった、これ。サラダでいいよ。え？サラダ。生あまり美味しくないんじゃない、これ。いや、生がいい、生が。生で食べるの？これよ。うん。ピエトロで。あまり生はおすすめじゃないと思うけど、私。なんで？硬いよ、なんか。掴み取られてたということですけど、飛び起きてしまうような。なんと痛めたらもう、これ。うん、痛みがいい。え？生がいい。生がいいの？うん。まあ、食べてごらん。私はあんまりお勧めじゃないよ、生。でも美味しそうだったんやろ、これ。違う、安かったね。100円しかなかった。これね、ちょっと生はね、本当に美味しくないよ。港の方の水位とかいかがですか？まだ10センチぐらい下がってるかな。昼間よりは。すごいよね、この豆苗。豆苗じゃない、大豆？うん。ピエトロで。これ半分ぐらい切ってあげるね、長さのね。うん。もう量は全部でいいよ。70円だから。
生活に潜入しますと余震はまだ起きているので引き続き揺れに注意してくださいということです。そして暗くなっています。停電している場所もありますので決して海岸に近づかないようにして、そして避難する場所も暗いですので避難する際には足元に十分注意してください。そして最初の揺れで建物が崩れやすくなっている場所もあるかもしれませんので、避難する際は建物の近くではなくどんどんできるだけ真ん中の方に寄って、ああどうも、全部あーピース、あーこれどっちがいい、どっちでもいい、こっちがなんか僕の想像してた、あー野菜たっぷりピースじゃないけどいい、なんか貝割れがでかくなったみたいな感じ、うんうんうん、美味しそうだもん、豆苗今発覚した、これをね、水につけとくとまさ芽が出て食べられるって言うんだから。ほんと書いてある？いやいや、よく言うじゃん。やってね。そこ置いといて。1週間に1回食べる。豆の中に栄養があるから。1個は出とけばいい。で1週間に食べる、1回食べればいい。おいしいおいしい、70円にしたら健康になる。伊藤美容記者が新潟市から中継がつながっています。現在、日本海東北号を北へ向かっているということです。伊藤さん、お願いします。本当に影響を及ぼすような、災害というものは、確認することができていません。現在、台南市付近を走行していますが、高速道路上から、街並みの明かり、街灯等を確認することができています。停電等の影響はないものと思われます。街灯を確認することができています。荒川胎内インターまで残り2キロの地点まで到着しました。長かったから寝ちゃった人が多いかったやろね。中道市まで残り10数キロかと思われます。現在日本海東北道で、村上方面に向かって、走行しています。北上しています。あ、お疲れ様。地震の影響で50キロ規制続いています。うん。地震の影響による、道路の陥没、地割れなど。あ、お疲れ様。